どうも皆さんお疲れ様です。じわじわです。本日も見に来てくださりありがとうございます。ぜひね最後まで見ていってください。皆さんはスポーツ好きですか？僕はねスポーツ大好きでやるのも見るのも好きなんですよね。そこで今回はカイロソフトさんが販売していますこちらのテニスクラブ物語をプレイしていこうと思います。でこれねどういったゲームなのかちょっと全然ね想像つきませんがちょっとね楽しんでやっていこうと思います。それではスタート。クラブの名前を決めるみたいですね。まあ、ここは普通にじわじわスクールで行きます。で、オリジナルキャラの作成。あ、こんなんがあるんですね。で、パラメーターが触れますね。じゃあ、まあ幼稚園からスタートしますか。この一般的なこの子にします。で、名字と名前を決めないといけないんで、この辺もね、センス問われるんで、単発小僧で行きます。で、タイプが選べるですね。メンタルタイプ、スタミナタイプ、コーチタイプ、テクニックタイプ、スピードタイプ、パワータイプ。ちっちゃいのでどうしようかな。そもそもこのパラメーターがどういう能力の値でどういう動きをするのかっていうのが全然わかんないんですけど、ちょっとねこのテクニックでいってみようと思います。でこの残ポイントが触れるみたいなんでちょっと振っていきましょうか。ちょっとこれぐらいで行ってみます。作成単発小僧で行きます。ゲーム開始。こんにちは、じわじわスクール広報スタッフの姫川たま子。今日からお世話になります。郊外にある小さなテニススクールでプロ選手も所属しています。将来はスター選手が所属するビッグクラブに成長させたい。選手をご紹介します。あ、出た単発小僧単発小僧出ました。物心ついた時からテニスをしてます。夢は大きく世界選手権。こちらが中学校からテニスをしています。コーチ経験は少ないのでドキドキしています。これがコーチか。松平柊か。選手は仕上げない間スクール生徒へのコーチもしてくれていますよ。スクール生徒へのコーチ。そろそろ生徒さんがやってきます。しばらく練習を見守ってみましょう。はい、どれですか。生徒さん、コーチ、コーチ。ん、あ、これ、あ、これだ。来た来た。あ、なんか勝手に入ってきた。スマッシュテニス通信。じわじわスクールという新しいクラブが設立。所属選手に、いや、私も生まれたっての小鹿のようなもんなんで、こちらも勉強させていただきますと謙虚な姿勢。あ、やってますね。やりだした、やりだした。もう一人来ましたよ。5人で参加ですか？あ、なんかびっくり出てます。はい。お、なんだ？ふう、テニスって楽しいな。係長です。係長テニスしてます。満足度が上昇した。練習を続けるとお客さんの満足度やテニスの噂が上昇します。満足度を上げていくってことですか。テニスが上達するにつれてスクールの収入も上がります。あ、やっぱりね、お金ですよね。カイロソフトといえばお金ですよ。はい。38万、高っ。あ、なんか出ました。経験値、58。あ、この松平さんも一緒に育てていくんですね。テニス協会。原付で駆けつけたと。大会を運営しているもの。じわじわスクールに参加してもらえないか。大会で優勝して有名になればスクールの入会者も増えていく。あ、いいっすね。お願いします。登録します。50万ってそんなね、お金ないんですよ。じゃあちょっと登録します。試合の手配を進めておきます。お、試合が来ますね。大会グレードが F になりました。これで大会に参加できる。グランドスラムへの第一歩。誰か来た。にっこり商店スクール。この前できたばかりのスクールなので、早速勝負してみませんか。ライバルチームが出現。にっこり商店スクールが現れた。メニューで大会選んでください。もう試合できるんですかね。シングルス。参加費は10万円と、大会ポイントが10ポイント。シングルトーナメント F 出場まであと70ポイント。どういうことですか？どういうことですか？相手情報。戦力値はレベル1。了解。とにかく、勝ったら100万円もらえて10ポイントくれるってことですかね。で、コートはハード A コート。日程3週間後に試合するよってことですよね。1ゲーム選手。じゃあ、行きましょう。単発小僧で行きます。はい。3週間後ですね。3週間後なんで、6月の1週目ですかね。メニュー選手から特訓選んでみましょう。特訓にあたって協会からプレゼントいただきました。何ですか？練習ポイントもらいました。小僧。あ、小僧になんかできるって言ってましたね。特訓だ。早速選手に特訓。同時に特訓する選手で相性で効果が変わる。試合中に体力を消耗すると不利になるので、まずはスタミナを上げてみたい。単発小僧と松平さん。まあ、これで、松平さんはパワータイプ。小僧はテクニックタイプ。
で、これで内容も選べるんですかね。特訓ではテニスボールマークの練習ポイント消費。レベルがアップしていくようです。あ、これで、あ、選べますね。いろいろと。で、ジョギングはスタミナ、散歩するはメンタル。で、腕立てはパワー。で、どれを上げたいかってことですね。まあ、言われた通り、一回スタミナやりますか。スタミナ初期の時点で結構振ったんでね。どうしようかな。腕立ていくか。腕立てにします。パワーゲーいるんで。チコ。はい。スタミナ0。メンタル0。パワー3。スピード1。テクニック1。コーチ0。経験値が5。頑張ったーって言ってます。かわいいね。チコ。あ、何回も選べるじゃん。さあ、いけ。あんまり上がんなかったっすね。まだいけんのかな？まだいけますね。もう一回行こう。パワーは上がる。経験値も上がる。体力とかないんですかね？いけ。オッケー。結構上がりましたよ。もう平均で20以上は越してます。で、戻る。いいっすね。練習コートのコーチと練習コースを決めることができます。コーチや練習コースによってお客さんの上達具合が変わってくるのでよく考えてみましょう。コーチを設定する。なんだこれ？あー。これはでも、どうしたらいいんだ？っていうか、これ幼稚園生っすよね。幼稚園生で、給料を6万円払ってます。高知で。幼稚園生なのにもう、給料6万もらってます。すごいな。すごいね、ほんと。あ、これで、上達コースと、初めてコースっていうのがあるんですね。で、必要高知枠の、この、ここ。このポイントが、ないとダメなんでしょうね。一旦これでいいんじゃないですかね。はい。さあ、早く試合しましょう。試合をしましょうよ。もうね、寝ずにずっと素振りしてます。さあ、試合日です。近隣の住民を応援に駆けつけて。頑張るぞ。お、小僧、頑張れよ。観客数は、あ、うちの方が多いですね。メンタル有利って出てます。作戦？通常、ラッシュ、ディフェンス、トリッキー。通常。なんか、いろいろ選べるみたいですね。バウンドしてから早い。相手情報。まあ、これしかないですね。まあ、行きますか、これで。試合開始。ゲームスタート。さあ。お、うまいんじゃない？お。お、いいね。よしよしよし。押し気味。初めてポイントゲット。スコアは15、30、40と表示されます。まずスコア40を目指して応援していきましょう。応援っていうのがあるんですかね。赤い球。お、これチャンスじゃない？あ、アウトだ、アウト。よし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 。いいよ。1ゲームの選手でしたもんね。うまいうまい。ナイス。これいいんじゃない？相手もシュート。よしよし、チャンス。お、引っかかった。お、オーラ出ましたよ。オーラ発動。さあ、次がマッチポイントです。マッチポイントで選手の緊張度も最高潮。初勝利を祈りましょう。オーラなんだ？はい。サーブ78キロ。あ、チャンスボール。頑張れ。打て。よし。ナイス。パーフェクト。勝利。勝ちました。初勝利ですね。賞金は100万円。グレード10上がりました。試合に勝利して、会員数とテニス熱、知名度も上がりました。ので、なんだこれ。たくさん、なんかアイテム出てきました。経営ポイント、アイテム、練習ポイント、アイディア、アイテム。あ、経験値めっちゃもらえますね。いいっすね。にっこり商店スクールに勝利しました。鮮やかで見事な勝利。望遠レンズを持って応援していました。ありがとうございます。初勝利が話題です。どんどん大会に勝利して、有名クラブになっていってください。そういえば、スクールに空き地がありますね。これなんてどうでしょう。あ、なんかもらえますよ。売店。あ、売店建てれるんですね。素敵な施設をもらっちゃいましたね。スクール内の空き地を選択してください。あ、これか。なんか出てる。経験値もらいました。ご近所の園芸テニスクラブ。にっこり商店の知り合いから来ました。うちと勝負してください。また来ました。あ、日曜カメラマンズ。あ、ここも来ました。すごいですね。二つ来ましたよ。まあ、とりあえず、ここに、売店建てましょうか。220結構高いな。はい、これ建てます。検査します。OK。で、これ、あれですよね。特訓のポイントはこれか。特訓できるなら、装備を変更とかありますよ。あ、なるほどね。こういうのも能力に関係するってことでしょうね。なるほど。アイテムを使うと、リラックスとか、
元気になるとかあるんで、力がつきます。これなんだ、あ、パワーが上がる。これなんだ、テクニックが上がる。おーすごい、あ、すごい、アイテムすごいわ。あ、松平さんもいた。松平さんってただのコーチですよね。試合に出せるんですかね。一回やってみましょうか。もう一回シングルス、日曜カメラマンズかひまわりクラブ、ひまわりクラブで行ってみます。でこれ参戦してみましょう。ね、いないっすよね。あ、いた、松平さん。これがあれですかね、二人今所属してるからどっちかで出せっていうことなんでしょうね。でも圧倒的に能力は小僧の方がいいんですよね。小僧で、小僧で行きます。出場、はい、3週間後、 OK。 あー、こうやってやった、あ、来ましたよ、初の売店が誕生。クラブがちょっと豪華になりましたね。施設が増えると新しい特訓メニューが発見される。特訓を発見、お使いに行くを発見しました。お使いに行くを発見。お使いに行くっていうのはどこにあるんですか、どこですか。まあ特訓しましょう。あ、これか、これやってみよう。はい、スピードが上がった、テクニック、経験値が上がった。スピードが上がりましたね。オーラが出てるのは何なんですかね。施設とかも強化できるみたいですね、お金を使って。まあ後からやりましょう。で、この大会グレードアップは条件を満たさないとダメだよっていうことを言ってますね。結構面白いかも。あ、出た、なんか出た、あ、なんか出ました。コーチの能力が上昇。コーチ能力は試合には直接関係ありませんが、スクールでのお客さんの指導の際に役立つ。お客さんの上達のためにしっかりコーチの能力を高めていきましょう。あー、だからこのお客さんを呼び込んでコーチ能力で上達させてもらうって、自分も上達して、で自分たちは試合で勝つっていう話になってくる感じですね。で、経営としてはコーチしてお金を増やしていこうぜっていうことなんですかね。さあ来ました、草野薫単発小僧、いきますよ。これは相手チームの方が有利ですね。メンタル有利になってます。まあいつも通り行きましょう。頑張れ。ここに通常、あ、ここにありますね、作戦が。さあどうだ、よっしゃー、オッケーオッケー。まずは一回勝ちますね。お、返して、オッケーオッケーオッケー、いいね、いいですよ。さあサーブ、110キロも出てますよ、結構強いな。あー、アウトだ、残念。向こう押し気味って出てますね。チャンス、チャンス、よーしよしよし、いいぞ。さあマッチポイント、鬼スマッシュ打て、チャンス、オッケーオッケーオッケー。よく勝ちました。オーラ発動。勝利。オッケー。強いですね。小僧強いですよ。負けたことないですからね、小僧。賞金は100万円。さあ、会員数も、テニス熱も、知名度も上がりました。またもらいましたね、アイテム。練習ポイントとアイテム。156。あ、レベル上がりました。レベルアップ。ひまわりクラブに勝利しました。鮮やかで見事な勝利。いいですね。インドアインド。が来ました。インドアで練習して週末はみんなでカレーを作ってます。ぜひ勝負。インドアインドがライバルチームで現れました。あ、クラブ活動、あ、こういうのができるんですね。あ、この時に使うんだ、サラリーマンスーツポイント。で、これちょっとやります。清掃活動実行完了しました。なるほどね、会員数と知名度のテニス熱を上げることができると。はいはいはい。で、大会出ましょうか。もう一回。日曜カメラマンズ対戦します。小僧でいいっすよ。小僧、とりあえず小僧で。あ、なんか来ましたね。違う練習来ました。狭いな。本当にあるんですかね、こういう練習が。かわいいっすね。維持費71万。高えな。パンプキン紹介。あー、こういうのを売ってくれるんですね。メニューからいつでもショップに来ますよって。あ、これですね。いつでも買えるようになりました。さあ、試合になりましたよ。日曜カメラマンズ。相手の方が有利ですね。まあ、普通でいいでしょう。さあ、行け、小僧。小僧の出番だ。相手の実力はどうなんかな。全然わかんないですけど。
さあ、チャンスボール、チャンスボール。ミスってんじゃん。ラリー10回成功して、アイテムもらいました。あー、アウト。あっちもオーラ出てる。頑張れ、小僧。小僧頑張ってくれ。相手強いな。オッケー。いいね。まずは同点。さあ。いいんじゃない？今押してんじゃない？オッケー。いいね。勝ち越し。さあ、いけ。あれ？何してんの？あらららら。これはいい勝負っすね。やばい。起きろって。やばい。負けちゃう。初めて負けちゃう、これ。はい。チャンスじゃない？オッケー。ナイス。デュースだ。2回連続でポイント。取ったら勝ち。デュース。緊張しますね。オーラが出てます。頑張れよ。オッケー。よし。アドバンテージもらいました。マッチポイント。ラスト1点ですね。オッケー。勝ちました。ナイス。勝利。3連勝ですね。すごい。100万円ゲット。グレードも上がってきます。まあ、会員数もね、上がっていきます。アイテムが結構もらいましたね。10万円とか。練習ポイントは結構もらえた。経験値ももらえた。あとちょっとで、経験値がアップ。鮮やかで見事な勝利。いいっすね。で、特訓しましょう。何が足りないんですかね。散歩でもしましょうか。はい。メンタル大事そうだな。てか、そもそもね、もう、あれなんですよね。松平さんのパワーより、小僧の方が強いんですよね。全ステータス小僧の方が強いんですよ。てか、この人、あんまりいる意味ないんですよね。もうコーチングだけしてくれって感じですかね。お、なんか来た。ヤングソフト。テニスサークルです。フレッシュな僕ら。あ、また対戦ですね。いいっすよ。どんどんやりましょう。インドはインドと対戦しましょう。これもね、さっきのはギリギリだったんで、そろそろ負ける時が来るかもしれないですね。皆さんはテニスやったことありますか？僕はね、正直テニスはないんですよね。やったこと。ラケット持って素振りするぐらいはやったことあるんですが、もう見る専門ですね、テニスになると。さあ、試合が来ました。インドはインド。うわ、強えな。観客数が違う。観客数多いな。それが有利に働くかどうか、わかんないですけどね。さあ、頑張れ。はい。お、あー、残念。惜しい。惜しかった、今の。さあ、これはどうだ？あれ？いやー、だいぶ押されてますね。まずいな。あらー。これはなんで返せないんだ？パワーとかの違いですかね。頑張ってくれ。いやー、相手も強いな。うわ、すごい。あれ拾うんだ。あー。完全にやられましたね。スマッシュ。はい。初めての負けを喫しました。負けたらどうなるんですか？あ、会員数やらが減りますね。残念。あんまり負けない方がいいですね。そしたら、試合に負けてしまいました。鍛えて挑戦しましょう。アイテム使って選手を強化。満足度レベルアップ。放送員さんの満足度レベルが2にアップ。どういうことですか？お客さんの話ですよね、これ。放送員、おすすめしておきます。放送委員さんから帰国子女さんを紹介。あ、帰国子女がスクールに来るんですね。あー、なるほど。こういう人脈をどんどんこう増やしていくわけですね。あ、女子大生も満足度レベルに。あ、友達連れてきた。留学生を紹介してもらいました。これたくさん来て、どうやってお金を増やしていくんですか？参加したらお金が増えるんですかね。
あ、そうですね。なんか参加していくとお金が増えていきます。でこれはあれですかね、能力も上がっていってるんですかね。昇格 OK、 女子大生なら昇格 OK、 クラス昇格ができる、昇格すると会費を多く払ってくれるようになります。あ、これで早速昇格してみてください。あ、これか。あ、でこれ使うんですね。じゃあ、女子大生を初級クラスに昇格します。はい、昇格しました。月額の会費が上がってます。っていうか月にもらうんですね。月額の会費で運営するってことですね。なるほど。はい、お客さんが増えてきて嬉しいです。スカウトで増やしませんか、ビラ配り。まあ、でもポイント足らないですね。じゃあ後でやってみますか。コーチ、もっと練習したいです。特別レッスンお願いします。何ですかこれ。画面を下へ引っ張った時に出る丸に向かってボールが飛んでいきます。的に当ててアイテムゲットしましょう。引っ張る角度で力加減でボールの軌道も変化します。5回打てるので頑張ってください。引っ張って、なるほど。こういうことか。あの、ポイントが欲しいんで、あそこ狙います。これ丸でいいのかな？はい。そうですね。丸の位置が、あれですね。おめっちゃ取れる。あれも当てていいんだ。で、ここ。ここの真ん中行きますか。はい。あの、弾いたのもいいんですね。ダブル取りできるかな。はい。イエーイエーイエー !4 コンボ。じゃあ最後は、飴。飴取れるんですかね。飴とあの、テニスボール欲しいですね。はい。OK! 結構取ったんじゃないですか。おー、結構取りましたね。めちゃくちゃいいですよ。コカ・コーラ、微糖コーヒー、三直リンゴ、美味しい飴。結構取れましたね。これでビラ配りができますね。ちょっとビラ配りやってみます。開催。さあ実行中です。完了しました。誰か来るかな？誰が来るんですか？あ、優秀な選手候補3名見つけた。レベル4がいます。これはメンタルタイプの選手。大森エリカ。あ、高いですね。能力。給料12万。下戸歩美。斎藤美咲。今、パワータイプとテクニックタイプはいるんで、どうしようかな。でもこのレベル4のやつ強いですね。メンタルタイプなんで、この人を一回雇いますか。じゃあこの人で、大森エリカ、ジワジワスクールの選手になりました。さあ、これで3人になりましたね、選手は。で、これは、アイテムを誰に使うかっていう話ですね。まあ、単発小僧に全部使いますか、一旦。これで、どんどん強くなってくれ。インドはインドに勝つんだ。お、すごい上がる。めちゃくちゃ上がりましたね。OK です。もうちょっとして、試合行きましょうか。あ、来ました。昇格 OK が来ました。留学生さん、昇格 OK。先ほど道を歩いていたら、こんなものを拾いました。落とし物かも。あ、飴をもらいました。飴拾ってきたの？大丈夫な。お腹壊せよ、絶対。よし、クラス昇格。あ、ポイントたまりますね。じゃあ、設定します。これでお金を増えると月額会費が増えます。でも思ったんですけど、花からいる人とか最初からいる人、長ければ長いほど月額の会費って安くなるんじゃないんですか。本当ならわかんないですけどね。この世界では高くなっていくんですね。このね、やっぱいわゆるカエルソフトさんの稼ぐゲームっていうのはこういう感じですよね、いつも。これがいいですよね、やっぱり。だからもう、みんな、全員を早く昇格して、月額の料金を上げていきたいですね。さあ、係長も満足だ。いやー、ポイントもらいましたね。さすが、係長だけあって、経営ポイントでした。どうですかね、そろそろ、経験値も上がって、まあ、能力もね、上がったんで、そろそろ勝てるかもしれないですね。特訓しましょう。どうしようかな。何を鍛えたらいいんですかね。さっきの人、何が強いのかちょっとわかんないんで。とりあえずメンタル鍛えますか、みんなで。まあ、全然上がんないわ。全然、もう小僧にはメンタルの勉強っていうのは全然刺さらないですね、やっぱり。子供なんで。言うこと聞いてくれないですね。スタミナはね、多分大丈夫と思うんですよね。じゃあパワーつけていきますか。パワーも上がんないっすね。っていうか、この大森さんのメンタルすごすぎ。てか全部高いわ。大森さんを育てるのもありですね。
大森さんスタミナがないのか。じゃあスタミナつきますか。はい。でね、ちょくちょくね、松平さんも結構上がってきてます。でこの大森さんで一回出してみましょう。インドはインドにもう一回挑戦します。大森さん出場 OK。 インドはインド勝ちたいっすね。なかなか強いですもんね。まあ、なんで負けたのかっていう敗因の決定的なところが全然わかんないんで、どうやって勝とうかっていうのもわかんないですよね。お、なんだ？今年もお疲れ様でした。今年のクラブの業績は4戦3勝1敗。会員40人増加、知名度91増加、選手人気3アップ。ベストコーチは丹波小僧の71点でした。なかなかいい感じ。まあ、総評が1年に1回あるってことですね。さあ来ました。インドはインドリベンジマッチです。色白カリーですね、相手は。さあどうですか？相手、やっぱ多いですね、観客数が。ただこっちはね、メンタル鍛えてますからね、パワー系でいきますよ。頼みます、大森さん。さあ、カモン。どうだ？はい。OK、OK、OK。チャンス、チャンス、チャンス。取れんかった。あっちはオーラ出ましたね。サーブ116キロ、早いな。うわ、うまい。いや、強えな。相手も強いわ。うわぁ、強いわ。どうしよう、これ。1点も取れない。パワー系で挑んじゃダメなのかな。よし。1点ぐらい取ろうよ、1点ぐらい。1点ぐらい取れ、1点ぐらい。チャンス、チャンス、チャンス。あー、ダメだ。また負けちゃった。強いな、インドはインド。試合に敗北しました。テニス熱も落ちてきてる。雨やらゲット。負けちゃいましたね。あー、仕方ないっすよ。あ、作戦を選べって書いてますね。作戦選んでみようか。もう一回いきます。参戦。今度は構造でいこう。出場。作戦を変えてみるっていうのはありですね。どうやって変えたらいいのかわかんないですけど。一回はね、勝ちたいっすね。まあ一回つか、インドはインドにこんな何回も負けてられないっすね。まあどういうやり方がいいのか今から掴んでいきましょう。よし、来た。頼むぜ。相変わらず観客は多い。で、ここですね。今、通常で攻めと守りバランスよく行ってるっていうことなんで、ラッシュ、ディフェンス、やや攻撃的、トリッキー。そうですね。テクニックがあるので、トリッキーで一回行ってみましょうか。じゃあこれで、いきます。トリッキーでゲームをスタートしてください。さあ頑張れよ。お、ドロップボール。そう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 。振ればいい。上下に振るんだ。オッケーオッケー。いいね。あ、やっぱそういうことだ。ちゃんと、選手によって、作戦を変えていかないといけない。ああ、すごい。2点選手取りました。いいんじゃないの？この調子でいけば。ああ。あっちはスタミナ切れました。おお、すごい。すごいすごい。ストレートで勝っちゃうんじゃないの？頑張れ、小僧。さあ、チャンス。はい。小僧。おー、勝ったー。勝ちました。すごい。作戦重要っすね。これでいったら。勝ちました。大会グレードが結構満帆になったっすね。あ、知名度100超えました。会員数も増えた。いいねー。あ、レベルも上がった。小僧強えな。インドアに勝利しました。インドアインドに勝利しました。見事な勝利。いやー、強かったな。あ、有名度パーラー。ライバルが出現しました。で、これのテニス協会。これどうですか？シングルトーナメント F を優勝する。シングルトーナメント F って何ですか？まだ出てないんですかね。ああ、だから出てないんですね。これらに戦っていかないといけないっていうことですかね。コメックス。よろしければ提携。あ、これスポンサーじゃないですか。あ、スポンサー来ました。スポンサーさんから声をかけていただきました。このランクで敵なしと言ってもいいかもしれません。協会の方が来ました。あ、上のグレードに挑戦してもいいかもしれません。トーナメントの大会にご招待します。ああ、これで上に行けるってことですね。
ちょっとスポンサー見てみます。スポンサーコメックスレベル1サラリーマンポイントを使います。木で作った靴が売れずに試しに布で作ってみたら大ヒットまあ布の方がいいよね、確かに。木って硬そうだもんね。じゃあこれでいざ出陣ってありますか。交渉に向かいます。合計100点で契約獲得。30点、何ですかこの壁打ちみたいなやつは。20点。100点ってもう無理じゃん。もう無理じゃないですか。まだまだ、ちょっとまだ気持ちに踏ん切りがつきません。もう一回行ってもダメなのかな。気持ちは90点。もう一回行きます。あ、もう、あ、行きましたね。もう継続なんですね、前の点数が。あ、よろしくって出てます。あ、スポンサー契約を結びました。知名度が上がりました。あ、いいですね。私たちスポンサーの商品はパンプキスンさんのお店で買うことができます。あ、ハイブレードを提供してもらいました。あ、強えな、これ。ここに書いてますね。装備可能な人が。これ多分ご老人もいらっしゃいますね。で、普通の大人とご老人が使えますよって書いてます。で、さっきの大会に出てみましょうか。これに一回参戦してみます。で、構造でいきます。はい。で、構造を勝ったらランクが上がるってことですかね。さあ、シングルトーナメント F の試合日になりました。会場には近隣の住民も応援に駆けつけている。あ、にっこり商店の山田さんですね。これは一番最初に勝った人じゃないんですか。まあ、トリッキーで行きましょう。はい、OK。試合開始。にっこり商店スクール。あー、サーブ始まりました。あ、いいんじゃない？あ、強いね。早速、あ、オーラ来ました。さあ、リターン返して。アウト！いいっすね。インドはインドが強すぎたんで、強さを感じないですね、山田さんに。おー、これはいけそうですね。さあ、ゲームポイント。さあ、サーブで。返して、ドロップボール。さあ、これも返す。あー、いいスマッシュ。すごいな、今の。理想的なスマッシュ打たれましたね。もう一点っすよ。もう一点は取りたいよね。あ、いいんじゃない、ドロップボール。ナイス。ゲームカウント。1-0。コートチェンジ。初めて見ましたね。2ゲーム先取した方が勝利。2ゲーム目もガンガン攻めていきましょう。さあ、頑張ってくれよ。サブ。チャンス。いや。ドロップ。チャンスでドロップ。いいですよ。さあ、どうだ。これもチャンス。あ、そこ超えた。あ、また、また来たよ。来た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 。ダン、ドロップ。くっそ溜めて、ドロップボール。いいね、上手上手。トリッキーだね。まあ、そこはね、そこは取ってほしかったけど、仕方ない。前前前。あ、前じゃないのか。あ、アウトだ。あ、よしよしよし。さあ、マッチポイント。来ました。これ取ると勝利です。これもアウトじゃない？おっしゃ！勝ちました。ナイス。構造強え。構造強いね。賞金は30万円。あ、こっちの大会の方が賞金少ないんですね。で、観客は63人。会員数、あ、激上がりだ。すごい。全然違う。有名だからか。試合名が有名だから出来上がりっすね。さあ、アイテムも結構もらいました。経験値162。あ、レベルが上がりました。すごいっすね。見事な勝利。次の試合もこの調子で行きましょう。で、これでランクアップの条件が整ったんじゃないですか？あ、これですね。あれ？シングルトーナメント F を優勝する。まだ×になってる。これさっきのやつが。あ、まだあれなんですね。トーナメント中なんで、優勝したわけじゃないんだ。じゃあ今から、どんどん日程があって、それに勝っていくっていう、本当にトーナメントだ。さあ、シングルトーナメント試合日になりました。さあ、小僧の相手は、有名パーラー。もちろんトリッキーでいきます。スタート。さあ、どうすかね。サーブ。いや。攻める。おー、強い。うまいな。スマッシュエース。サーブ124。だいぶスピードも速くなりましたね。鍛えられてます。
おお、上手。それ取れんて、絶対。さあ、これどうだ？さあ、これもいけるんか？あ、いった。取りました。さあ、相手はスタミナ切れて。あ、上手。うまい。うますぎる。さあ、ゲームポイント。いきますって言ってます。ちゃんと。ちゃんと言うのが素晴らしい。ああ、リターンエース。取られなかったけど、ああ、アウト。今のリターン上手でしたね。いい勝負ですよ。集中。さあ、これどうだ？ドロップ。取られた。おお、上手。うまい。さあ、1ゲームは取りました。第2ゲームスタート。サーブ、68キロ。これはどうですかね。なかなかいいラリー対決だ。あー、スタミナ切れちゃった。あー、これは大ピンチ、大ピンチ、大ピンチ、大ピンチ。大ピンチ。スタミナ重要だな、意外と。はい、サーブ。チャンスじゃない？あー、取られちゃうよ、そこ。OK、OK、OK、OK。オッケー、ナイス。さあ、同点です。うん。ドロップボールいいな。上手。うまい。さあ、あと2点ですか。あ、ミスったらああやってなるんだ。あって言ってますもん。これで、どうだ？汗かいてる、スタミナ切れてる。あー、まずい。まずい、まずい、まずい。まずい。あー、逆転された。逆転されちゃったよ。さあ、まずは追いつこう。頑張れ、小僧。小僧、頑張ってくれ。小僧。小僧、頑張ってくれ。おしよしよしよし、デュース。いいよ。ドロップ。あー、惜しいな。さあ、これはきつい。あー、アドバンテージ取られました。頑張ってくれ。相手のスタミナもね、だいぶ減ってるんですけど、やっぱこっちのスタミナの方がないっすね。小僧、小僧、頑張ってくれ。うわー、上手。いやー、追いつかれましたね。1対1になりました。最終ゲームは後編のため特別ルールとして、最終ゲームのみ交互でサーブ打ち合う。このゲーム獲得すると試合に勝利できます。さあ、頼んだぜ。うわー、うまいな。後半うまいな。観客のメーターが向こうに行ってますもんね。まずい。うわー、チャンスボール打っちゃった。スタミナも重要ですけどね。アウト。よし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 。やっと点取った。こっから逆転していこう。うわー、きつい。角度きつい。つえーなー。集中。まだ負けてないからね。大丈夫よ。行こうぜ。やってやろうぜ。逆転を信じてます。じわじわスクールの名にかけて勝ってくれ。ナイス。オッケー、オーラ発動。さあ、ここ逆転してね、行きたいっすよね。あー、くっそー、取られた。敗因はなんだ？スタミナか？トーナメントに敗北しました。そうか。まあ、レベルも上げていって、鍛えていくしかないですね。テニス協会。お、なんかもらいました。あ、練習ポイントをもらいました。これ、結構難しかったですね。小僧もね、結構能力高いと思ったんですけど、テクニック鍛えていく方がいいかもしれないですね。
まあ、もう一回やって、まあ、銅メダル取ってるんで、さっきの、あと2回ぐらい勝てば、あれなんですかね。あ、有名度パーラここにいたわ。勝ってないじゃん。まあ、そりゃ強えよね。そうか、こいつに勝たないといけないんだ。で、銅だったんで、多分もう一個あるんですかね。あれに勝ったら優勝なのかわかんないんですけど、まあ、こいつに勝つまでちょっと鍛えないといけないですね。これからね、ちょっと鍛えてやっていこうかなと思います。で、本日はここまでにしようと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あ、テニスクラブ物語、これシリーズ化になると思うんで、その時もまた見に来ていただければと思います。それでは、お疲れ様でした。じわじわ、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 しめちょう。